はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、今回もエビル高校野手でやっていきたいと思います。で、前回のガチャで手に入れましたレイリーをね、自前で用意することができましたので、佐伯さんのね PSR プラゴをお借りしてます。で、この編成でいくと、まずね、佐伯さんが守備上限アップで、ミート上限アップは角ちゃん、国樹はね、アプリの場合ミート上限アップついてるんだけど、サックスペの場合はまだついてないので、なんかつくのかどうかよくわかんないけどね、今後で。あとは補給上限アップの、レイリーを入れてます。で、また夏ナッチと、先駆けくんを入れて、やっていきます。得意練習はこれで全部揃ってますね。で、今回筋力の得意練習は、国樹くんに任せてます。あと肩もね、ナッチと被るので、これでどれだけタックが、来るかと、タックフィニッシュを決めることができるかというのが、かなり肝になると思いますと。あれ、人がそもそもいねえ。ナッチでいいや。多分前回ね、特能がいっぱい取れたと思うんですけども、まつりちゃんもね入れてた関係で、多分コツの種類が多く取れたと思います。今回レイリーだけなんで、どこまで持っていけるかというところですね。めっちゃばらけてんな。マジでばらけとるな。黒がね、やっぱ先に確保しておくか。評価は本当に早めに上げていきたいからね。あと国樹金徳どうしようかな、精神的支柱の方が軽いは軽いけど、ストソーがそもそも重すぎるからね。とはいえね、ナッチがねコツくれるから、そこを考えるとね、サードなんでストライク送球取っておきたいという気持ちもあります。そこは進み具合を見て決めていきましょう。1人てか閉じ込められねえ。つのちゃんちょっと上げとくか。全部吸収したか。いやー、佐伯さんいいよね。マジでテーブルが強い。コツが来てる。3人か。でも明鏡はねいらない、正直。なんか全然出てこないんだけど、SG はねあって損はない、体力回復だから。ちょっとソウルジェイルの集まりが少しよろしくないかな。あんまり固まってないよね。2人、これはちょっと 11% か。 11% 怖えは怖えんだよな。次どうせ練習できなくなっちゃうから、カロリーは食っちゃおう。で、ここ行きます。逆境で、次はダンジョンを狙っていきたいですね。ここどうしよっか。またちゃんと注意しよう。積極走塁か。もう割と適当に選んだけど、なんで明鏡だけ固まるの。回復しておきますか。回復しつつちょっと経験点をもらっていく。タックが一応組める。ダンジョン2か。これはやっておきましょう。で、つのちゃんの評価が全く上がってないから、早めにね黒金を回収しておきたいんだけど、ここはコツを取りに行きます。人がいないからね、つのちゃんの評価を上げつつ、ちょっとダンジョン一人でも回収しておきますか。ハンデは無用。ここは無難に行きます。これで意外性が取れるんで、意外性を潰しますか。で、ここもどうしようか。個性、いや、わかんない、適当。げ下がった。これで回収はできるのか。特に固まってるわけじゃないから、ちょっと回収しちゃおう。これで黒金使えるようになるんで、黒金を使っちゃいます。11月前に
まあ、稼げたからいっちゃいいか。一回ソウル攻めたり、黒金っぽい2人っていうか、あーダンジョンをやっとこう。これでも桐崎まだなんだね。レイディーちゃん20って結構上がる気がするんだけど、いやこれはフィニッシュも決められないしな。無理だね。おとなしくメンタルで回復しとこう。さらに回復できるでしょ。 OK。 航空寺の金徳まだ悩んでるけど、でレイディーか。これはミート上げときゃいいのかな、よくわかんねえ。でさすがにフィニッシュ決められるときは決めておきましょう。勝った、ダブルタックじゃん。おお、3つコツが取れるっていうのはやっぱすごいよね。まあ、先駆けも一応成功する確率は高いよね。まあ、コツ1が手に入るだけではあるんですけど。太平楽か。まあ、やっとこう。体力を回復しつつ。ちなみに、つもちゃん乗ってる？評価。20上がれば乗ってるでしょう。こっちかい。貸してくれ。イベントを切るっていうのもありはありだけどね。うん、乗ってはいる。とりあえず。3人。ちょっと春英もまあ欲しいは欲しい。5050か、まあ、これなくなっちゃうよね。回収しとくか。100はまあでかいからね。3人回収しとこう。めちゃくちゃ吸収できる。何の練習をしてんだかさっぱりわからん。これ勝手に練習してんのかな。なんかチームとしてのメニューなさそうだよね。みんな好き勝手に練習してそうだよね。よし、これで回収完了と。これは回収します、ね、あ、意外して潰してねえや佐伯さん。逆境意外性もう持っとるわ。で告白が来ましたと。あれ、ダンジョンって結局手に入ったんだっけ。ミートとかも、そういや直上げされたね。すっかり忘れてた。初期評価低いな。初期評価じゃない、初期能力が低いな。ちょっと能力値を一旦揃えておこう。D くらいに。しか B 賞足んねえわ。メンタル、まあ、メカニクスも取っておきたいよね。でもここだな。春英もガチで欲しい。体力下がった。で2回目か。 C まで上げとく。一応ミート上げられるかな。そもそも上げられそうだね。でソウル攻めたり、ダンジョン使いますと。クリスマス前なんでね、ダンジョンは使っていきます。筋力ブレインマッスル、まあいらないはいらない。守備じゃあちょっとやっとくか。閉じ込めておくだけ閉じ込めておこう。だってお守りがあるわけではないんで、評価上げていこう。めちゃくちゃ上がるな、経験点が。いやこれは吸収しないよ。足、じゃあ筋力も一応閉じ込めておくだけ閉じ込めておく。いけ、まあまあまあしょうがない。やる気を上げてくれ。今日結構くれんな。
今日でも。しかもここ、あ、これは欲しい。マジでシラスは欲しいからな。これで一応大体閉じ込めてある、どこの練習も。ハイボールヒッター取れんのか。ナッチのローボールヒッターとカブリーノしてるからな。これまたさ、やる気下がるんじゃなかったっけ。ほら、うん、3人か。あ、これがなくなるね。まあしょうがない、別に。どうしようかな、一応閉じ込めておきますか。3人はやっぱり美味しいからね。本当はデートもしたかったんだよね。あー早い。そう、行きます。ここで守備回収。あ、こっちもできるか。経験点的にはこっちだね。こっちにしよう。あ、守備もね、ナッチと先駆けがいるんで。そういや、全然コツ潰してねえや。さっきからなんかコツ潰さなきゃいけないとか言ってるけど、打て、頼むぞ。 OK、おお、かなり掴んだ。しかもちょっと見ていきますか。まあ走塁1はちょっと厳しいでしょう。流し打ちは2でいい。悪球、意外性、代打、テスラ、ホーム突入、逆境、ムード、高速チャージはちょっと重い。ホーム死守、あ、置いとこう。連打も1もちょっとつらいよな。本塁性が2でいいでしょう。打球の B1 もつらい。アシスト、独身術ちょっと取れるときに取ろう。こんなもん。コツが多すぎるな。肩、あ、まだこれ消えないか。どうすかな、一回デートしよう、一回デートしよう。まあとは7月。ただ空デートが怖いからね、本当に。マジでこの無意味なイベントを消化しておく。ま、満塁男を取りに行きましょう。またかなり掴んだな。で、吸収できないのか。ここもそもそも人がいない。ここなんか普通の練習だけで考えると美味しいな。3人、いや、これはメーター取っとこう。筋力はそもそも人がいない。じゃあちょっといいや、もう閉じ込めておく。とにかく迷宮は本当にいらない。下、追い打ち、バレンタイン。さて、ここ得意練習率アップか。波動はね、得意練習アップだからね。まあ暇な時使うのも悪くはないと思う。やっとこう。デイビーちゃんのコツも来てるし、アベレージヒッター OK。 カフェ行こう。いや、ほんといいよこのイベント。粘り打ちからの、もう全部回収してあるよ。どうしようかな。じゃあまあこれでいい。いや、ここを閉じ込めておこう。これ何がいいんだ。なんかこれさよ、なんかあらおう、磨こう。あらおうがさよならだっけ。磨こうにしてみよう。あー、特にコツは手に入んないか。さて、タックが来ないね。閉じ込めてある、全部閉じ込めておこう。じゃあほい、これでなんか、あ、変なやつが来た。いや、これはもう回復に走りますよ普通に。 OK、 いいね、いいところで来てくれた。 OK、 なんなの。やっときますか。チャンスメーカー、いぶし銀。ここもまあ無難に行きます
ましょう。精神を回収。やる気結構削られんなこの方向。ゲーいけないんだけど。回収しとく。ちょっとミート上げ切りますか。いやー足りねえ、足りねえから。あコツか、ナッチのコツはいいや。ちょっと守備がまたなくなっちゃったな。てかまあ全種類はやらなくていいからね。1種類余るくらいだったら。筋力がね、人がいないからちょっと筋力は回収しておきたいんだよな。こういう時に限ってなんか人がいるんだけど。じゃあ回復しながらいきますか。ほい、佐伯さんは得意練習率アップあるんで。プレインマスパフェ行こう。これで体力は満タン。俊英筋力、人が、人だな。人を閉じ込めておく。打撃か、だからあと閉じ込めておかなきゃいけないのが。でナッチの金徳、まあ、6月7月に入ったら守備を上げ始めます。あこれまだか、大丈夫か。よし回収しよう。ちょっと待ってね、こっちはいないから回収できるものを回収する。すげえな、めちゃくちゃ経験点手に入った。 OK ダブルタックか、パワーヒッター OK。 守備職人いいね、いくぜパワーヒッターくれ。そしたらもう掴んじゃおう2で OK。 いやこれ成功するとマジいいよ。すげえすげえすげえ、どうよかっこいいだろう。じゃあ取れるもの、アベレージヒッター、パワーヒッター、意外になんか経験点が伸びてねえな。自然回復力アップか、使っちゃおうか。じゃあ筋力はいけないのか。太平楽、あれ自然回復力アップって太平楽だよね。太平楽まだ掴んでねえや。じゃああそうだね、4分の3だから。レンマッスルあってもな、減らしておくかどうするか。いや閉じ込めとこう。ツノちゃんがいたね、そういえば。よし速球ありがとうございます。3人、まあ、一応やっとくか。粘り打ち、こいつ粘り打ち持ってたな。1で回収しときゃよかったな。おこれはスープだけにしよう。こっちが無難だよね。ヤビ君の評価なんてどうでもいいから。足指、いや足指そもそも人がいねえのか、しくじったな。まあ、でも1人だったらまあ先駆けナッチがいるっちゃいるからね。先駆けとか全然タッグ組めてない気がするんだけど。前回もそんな感じだったよね。パワー上げちゃいますか。技術が足りてねえな。臨床はちょっとスイープを取らなきゃいけないんで。俺何番、別に何番だっていいけど。てか俺なんて名前、そもそも自分の名前がわからん。うわこれはおい不眠症かよ、結構きついな。守備はいない。どうする。4%、技術が欲しいんだよね。技術を閉じ込めておきたいんだけど、
そうもいかないか。先駆けか。一回デートしよう。ちょっと2回目。さすがに7月で4回やるのはね、ちょっと怖いからね。まあ、体力も回復しつつ守備回収 OK。 あれ、これで残すは筋力だけって感じで、筋得めった打ちヒートアップで補給骨 OK で喧嘩。あー、暁台か。5月の3週ね、どうだろうな。まあ、3人やっときますか。ここで筋力が取れる。ナッチだからあれか。結局でも精神は精神っていうかさ、やべ、守備足んねえ。全然技術が足んねえ。メカニクス使おうか。技術取るでしょ。これでちょっと守備どこまで上げられる。99までいけたな、ギリギリ。回復、閉じ込めておく。閉じ込めておくか。ロボルヒッター残り4周。さて、ここをどうするか。波動を使おう。得意練習率アップをつけて、少しでもタックをね、稼ぐと。ちょっとここはもうカロリーバーラスト食っちゃおう。怪我はしたくない。もう 5% とかでも怖えからな。でもう一回練習できるよね。経験って早急。あ、でも早急は結構重いからね。からのこれ、ストソー自体がね、全部80くらい使う気がするんだよね。78か。ちょっとでも技術を稼いでおきましょう。これ今回復があったよね。おお、20いいね。守備職人とか結構もったいねえな。まほちゃんでも取っておく。まあ、どっちがいいんだかよくわかんねえけど。得意練習率アップの発動してないんだけど。あ、しらす、しまった。しらすやってねえ。ちょっと待って、最後にしらすいけないかな。しらす無理だ。しらす回収できなかった。しまった。じゃあせめてちょっとの精神を取っておこう。で、シラスがない。しまった。マジでここしまった。あれ、得意練習率アップ発動中、あと2ターンって何これ。どういうこと。なんかもうとっくに2ターン過ぎてる気がするんだけど、なんかよくわかんねえや。デートしよう。一応終わらせるだけは終わらせておこう。技術が不足するね、やっぱり。バウンサー1人だからな。本当はなんかレンジャーを1人とかにした方が良さそうな気はするんだけど、どうだろうね。あとはまあ練習の時にね、ちょっと意識してバウンサーと一緒に練習して技術を稼ぐか。そこら辺が難しいよね。結局ソウルセメタリーが回収できなくなっちゃうから。俺アサリちゃん、フォーク、
ね。ストレートだったか、変化球投げてくるかなと思ったけど、闇のって、ちなみにあのヘルメットってさ、なんか真ん中に目があるけどさ、あそこから見えんの？どっから見てんの？一応なんでこの特技練習、そうだね、デートしちゃおう。4回目、あ、これでなくなった。あれ、特異練習って何単だった？まあ、いっか。で、試合経験点ボーナスは4ターンなんで、甲子園出場が決まったら使えばいいの？なんか、わかんねえや。これ、経験点足りてる？いろいろと。ストライク投球重いから取るでしょ？精神が絶対足りない、これ絶対足りないわ。この段階で600しかないのは無理だ。いやー、そんなことなさそうだけど、ブレインマッスルは正直いらないね。筋力がかなり余ってる。その代わりにシラスを回収した方が良かったんだな。やっぱシラスとエビル先生のメカニクスはマジ必須。ランナー二塁という場面で、特に先駆け入れればね、メカニクスはもう2人だけになるんで、取るのが、まあ、それはまあ取れるとして、しらすだったな、ちょっと、まあ、そこら辺はまだ俺の立ち回りが悪いっていうことだからね。エビル、この回はクリーンアップからの攻撃になります。先頭バッターは3番アサリ、今日3打点を挙げている。打ちました、これはいい当たり。追加点のチャンスを迎えました。ツーアウトランナー一塁三塁という場面でアサリ、今日はチームの全打点を叩き出しています。完全にへばった。打った、これはいい当たりだ。まだ回ってくるか。エビルリードで迎える8回、160キロ4打席連続でホームランを放っている。無駄だ、160キロであろうと俺を止めることはできない。ホームラン5本とか。不眠症そういや、そんなんあったな。まあ、もう使っちゃってもいいっちゃいいよね。ガチャを、精神練習が上がった。 OK、 何なんだ、ここまで来て寝れないのか。さて、あー、これはやっぱいいね。先駆けくん、まあ佐伯さんとかもそうだけどね、めちゃくちゃ効いてるわ。で、キバはね、魂を吸い取ったんで、キバはいません。挑発スイープ、祝福も取っておこう。一番いや、マジだ、無理だ、これ敏捷が足りねえ。レンジャー2入れてんのに敏捷足りないか。あと、すべての敏捷ポイントを金徳に注ぎ込まないと。ちょっときついんじゃないか。エビル先制のチャンスを迎えました。やる気がなさそう。ランナー二塁という場面でアサリ、初球引っ張った、ぐーんと伸びて左に切れていきました。ファー、オッケー、打ちました、痛烈、いった、入った。ただ試合経験点ボーナスは割と効いてると思うん で、 3回です。きちっと打てれば点は取れるはず。経験点ね、まあ、あと負けないことだね。変わってる。エビル、この回はクリーンナップ。みんなやる気ねえな。先頭バッターはアサリ。どうしたお前ら。キバがいなくなってやる気を落としてしまったか。エビル、この回はクリーンナップからの攻撃になります。トップバッターはアサリ。ここまで全打点を叩き出しています。そうか、一応挑発持ってんだ。投げた。打った、強い当たり。オッケー。エビル。闇の君頑張ってんな。
さあそして、あーこれもメンタルだな、ほい。精神を使わなきゃいけないの。独身術はもう取ってあるからね。おとなしく呼吸を上げていこう。101、102にしたミート、ミート上げてねえや、精神足んねえ。いやシラスがあればな、だいぶ違ったな。300はめちゃくちゃでかいよね。お待たせいたしました。もうちょっと意識をするべきだった。攻撃に入ります。先頭バッターはアサリ。投げた、ライジングキャノン。第2球待って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 、あー引っ掛けた。ボールはファーストへ、アウト。エビス追加点のチャンスです。ツーアウトランナー一塁二塁という場面で、結構曲がんない。最初のバッターボックスはサードゴロに倒れています。1球目ストライクから、危ない球、フォーク。投球はこれから3球目いつか引っ掛け、エビルリードで迎える5回です。怒り頑張るね。スリーランホームランを放っているアサリ。これはパーフェクトか。切れるかなって思ったけど変わった。8回の裏エビル攻撃に入ります。この回の先頭バッターはアサリ。今日4打点を挙げています。初球おーポテンヒットになります。アサリエビル、ヤミの今回すげえ頑張ってる。123、まあ、被らないでいこう。ちょっと経験点がちょっとでも欲しい。で102、精神だねやっぱり。でスイープは取れない。先に取れるもん取っとこう。一番やり、B 賞意外に足りないか。守備職人せっかく4まで掴んだしね。こうやって取ってって徐々に徐々に経験点が減ってくんだよな。げめった打ちも取ってねえじゃん、マジかよ。さて練習的にはこれだね、こっちだね。いや先駆け君いいよ。でソウルセメタリーなんてもう使えるものがないんで、でも経験点300取れるだけ取っといた方が良かったね。暁代もなんだかんだで必要だったわ。お待たせいたしました。エビルエクスカリバーか。ちょっとこれは見送ろう。またエクスカリバーか。第2球ギリギリ、いやボール球あった。エビルすげえ点取られてるんだけど。エビル追う展開で迎える3回です。ワンアウトランナー一塁という場面でアサリ。高速スライダー。第1打席はセンターフライに倒れています。投げた、外してきた。低め。第3球をこれはちょっと見ました。ストライク、全力ストレート。第4球を投げました。よーし1本目、2本は打ちたい。やっぱりストレート狙い目だね。5回です。ノーアウトランナー一塁。オッケー、さすがよ独身術。満塁。さあ追加点のチャンスを迎えました。ワンアウト満塁という場合、ちょっと待って、初球スライダーで入れてくるかなと思ったけど、なんかポテンになった。すげえ勝負だな。ランスロット8回です。今日2本のホームランを放っているアサリ。打ちました。いくか、いかないか。伸びた、伸びていった。一応勝った。マジで便所なんか足んなそう。めったうちは便所使わないからね。それを考えるとさっき140だった、これ160トータルね。1これ200で、こいつはくれるから、あ大丈夫だな、まあ、スイープは取れる。経験点が足りるかって言ったらちょっと分かんないけど、1万1000。エビルのいいところはね、結構安定性があるってとこだよね。最大値は全力の方が高いかもしれないけど、238か。やっぱ筋力が余ってるね。ちょっとこれ考えて取らないと。満塁男めった打ち、
あ、固め打ちのコツのイベントが来なかったな。俺的に広角打法欲しいんだけど。ちょっと取りたいっす。取りたいっす。直撮りする。いや、もったいないかって言われたらちょっともったいないよ。でもこいつは多分、あのパワチャレに入るんで、独身術持ってるし、3点突破してるんで、なるべくね、その実能力的なものも上げていきたい。筋力をやたら使うやつか、まずは。接戦、一発逆転。いや、待って、めっちゃ悩むわ。バント、安いは安いね、チャンスメーカー取っておこう。で、ローボールヒッター、タイエースか、せっかく掴んだからな、もらっておこう。いぶし、追い打ち。いぶしか、連打も重いな。打球伸び。あれば役立ちそうだよね。ラッキーセブンにする。軽さ的に。競争心。速攻は直撮りになるからな。これちょっと重いよな、冷静は。4番丸。4番にはならないだろう。なるべく、接戦取るか。筋力を消耗するという意味で。あとは、インコース、アウトコース、技術をそれなりに使うな。いぶし。高速チャージか。バントシフト。いや、もうちょっとこう、ちょっと。てか、サードで肩 C か。なんか、どうなんだろうね。4番丸。いや、4番丸はいらねえ。4番にならないから。ここまでか。なんかあるね。ホームシシも。別キャッチャーじゃねえし。で、ハイボールヒッターはちょっとローボールヒッターが取ってあるでしょ。ルヒッターも関係ないから。じゃ、パワー。ほいほいほい。総力。まあ、こんなものですかね。SS2 か。あと、大丈夫博士が来たのがね、まあ、回復とはいえ、かなり役立つからね。で、まあ、例によって、ミート、守備。どこだ？ミート、守備、補給。か、102で、独身術。とりあえずエビルで一旦この3点突破を各ポジションで1人ずつは作って、まあ、少しでもパーセンテージを上げていきましょう。パワチャレの SS2 だしね、全然いいでしょう。という感じです。もう一伸びさせたい気がするね。もう一伸び、まあ、1万2000くらい取れればもう一伸びできそうな気はするのと、あと1個金徳取り逃してるよね。あれ取り逃してないっけ、あのシナリオ金徳ね。ヒートアップ、スイープ、あとは上り竜だった気がするんで、まあ、それもあれば上り調子はね、くれるし、まあ、当分の間多分これが今のところ俺のデッキの中では一番いけるデッキだと思いますので、ちょっとこれでね少し選手を量産していきたいと思います。やっぱりレイリー入れられるようになったから佐伯さんをね借りられるんで、まあ、取ってよかったね、取ってよかった。石使わずに済んだからね、前回のあのチケットでレイリーが手に入ったんで、それがかなりでかかったかな。というところで、今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。